はい、それではメインクエスト続き進めていきましょう。嵐を越える突破口、シドに話しかける。FF か。この船を見ていると、なんだか落ち着かなくてな。やはり俺はこの船、エンタープライズを知っているようだ。うふ、当然だろ。作ったのは他でもないあなたなのだから。精霊評議会から正式な停留許可証をいただいてきた。しばらくはここに留めておける。もっとも我々には悠長にしている時間もないがね。ここまで飛んできた様子を見るに、話に聞いていたほどの性能は出ていないようだ。やはり内部機構が損傷しているのだろう。ああ。この船は多分本当の姿ではない。安心ガルーダの居城は嵐の中。エンタープライズの真の機能が発揮されなければたどり着くことはできないぞ。そうだな。基本的な修理や回収は部品さえあればなんとかなるだろう。となると私の出番ですか？やはり。しかし問題はその嵐だ。どれほどの規模になるかわからないが、いずれにせよ立ちふさがる風壁をどう突破するか。風壁、風の力、何らかの方法で打ち消すことができればいいのだが。打ち消す、そうか、その手があった。俺にアイデアがある。延続性クリスタルを使うんだ。延続性クリスタルって何？なるほど、属性の変換か。さすがは伝説の貴公子といったところだな。ん？ちょっと待て。勝手に話を進めるんじゃない。各地にある延続性クリスタルを知っているだろうか。5年前の第7霊祭の折、大地から噴出したエーテルが結晶化したものだ。霊祭の影響で属性の力に偏りが生じてしまったため、エーテライトのような水色でなく、夕焼けのような、これ、灯色となってしまうがね。なってしまってるがね、と。これらの変属性クリスタルにはエーテルの属性を別の属性に変換してしまう作用があるの。もし風属性を火属性に変換する変属性クリスタルを発見できれば、ガルーダの風壁の力を弱めるだけでなく、精錬機関の燃焼力を高めることもできるだろう。俺の見立てではこの船本来の性能に加え、変属性クリスタルを用いた変換機構を組み込めば、どんな嵐だって突破できるはずだ。だとすれば話は早い。早速変属性クリスタルを探そう。とはいえどこから当たったものか。東ダナランのキャンプドライボーンにランベルタンというエーテル学者がいる。聖アダマ・ランダマ教会で何度か話したことがあってな。連続性クリスタルの知識もそこで得たものだ。彼なら何か教えてくれるかもしれない。FF、早速向かってくれるだろうか。私としてはその間に船の修理を進めておこう。結局、私が行かないといけないんでしょう。
じゃあ、何行ってくっかな。キャンプドライブオンに行けばいいんだね。猫の尻尾が見えてるよ。バキ通してワープ。テレポ。キャンプドライブオン、キャンプドライブオンはどこにある？キャンプトランキュー、キャンプドライブオン、ザナラン。テレポしてまいる。で、地図を広げーの。広げーの。何？ボコがいたからか。ボコが反応したのかな。ちゃっちゃらちゃっちゃらちゃっちゃちゃん。この上？てかここにいる。ランベルタさんってあなたですか？私はエーテル学者のランベルタ、変属性クリスタルについて聞きたいって。ちょっとカメラさん、ちょっとアングルが悪いな。いいよいいよ、教えてあげるから何でも言ってごらん。怪しい人かもしれない。どれか選ばないといけない。これがいいかな。オルタードミスリルマグニファー、なんかよくわかんないけど、こっちにするターバン。でもこれファイターか。これにしとこう。ランベルタン社員に話しかける。それにしても変属性クリスタルが話題に上るとは珍しいね。この土地に来てこの話をする相手は君が2人目だよ。1人目は聖アダマランダム教会にいたマルケズ君だったかな。エオルゼアでは見ないタイプの神秘的な男だったね。さて、変属性クリスタルを探しているんだったっけか。名前を表す通り、これは不安定なクリスタルなんだ。エーテルの干渉を受けると性質が変わることもある。性質が変化しないように容器が必要だね。それもエーテル伝導性が低い絶霊体という特殊な素材でできたものが。ちょうどここに私が作った絶霊体の壺がある。これを君にあげよう。この壺をハイブリッジにある母鎖国に渡して、連続性クリスタルの取り方を聞いてみてくれるかい？彼は僕の弟子だからちゃんと教えてくれるはずだよ。分かったような、分からんような。ハイブリッジ。ハイブリッジってどこやねんっていうか、このマークはおそらく受注ハックカードゲームができると思うんですけど、違うかな。ギルドリーフでした。失礼しました。この中はカードゲームじゃない。カードゲームに飢えている。ギルドリーフとこの人もブランドカンパニーか。チェである。アイブリッジ。ここどこよ。ハイブリッジっていうところがあるの？で、ここに行くにはどうすればいいの？ドライボーンから、こっちの方か。ていうか、今いるところどこやね。今いるところ多分キャンプドライボーンだと思うから、北東でいいのかな。とりあえず行ってみようか、北東の方に。ドライバーン。
お、こっちっぽいですね。合ってそうですね。あれあれ？またなんだか知らないけど、ヘッドセットの Bluetooth が切断されてしまったけど。多分 OBS を確認するからに音は鳴っているみたいですね。とりあえずこのまま、おっ、このまま降りていって、なんで切断されるのかがわからないんだけど。ここから下っぽいね。母さこさんに話を聞こうか。こちとらこう見えても学者なんで、研究の邪魔だぜ。どいたどいた。なんか急に癖が強い人たちばっかりなような気がするんだけど。はあ、この壺は出す。なるほど、変属性クリスタルを探してるってか。で、一番弟子の俺に白羽の矢が立ったってわけだな。先生も分かってらっしゃるぜ。なんでか知らないんだけど、よかったみたいです、これで。ボルタード・ウールガーン。これなんかおしゃれっぽそうだけどな。これにしとこうか。41から。バーニングウォールを踏破せよ。続きは次回から。お楽しみに。